青山よしの,のボッチタはムやっぱさ世の中っていうのはなかなかうまく回らないんですよこのハンバーガーのかわいい食べ方がわからないようにね とことで、ハンバーガーの ASMR でした本編ボッチザラジオが始まる前にあーちょっとお茶飲もう <laughs> 本編ボッチザラジオが始まる前に青山芳野がボッチでお届けするボッチザタイムまた間違えたボッチタイムです いやしかも些細な間違いだったら別にこれ指摘しなくてよかったなでも誰にも指摘されない完璧な人間でいたいそんな青山佳乃ちゃんです前回、えー、青山佳乃の一人会ぼっち会聞いてない人はみんな閉めるっていう気持ちなんですがどうもありがとうございました今日からはまたあの交代性パーソナリティの方がじュングリ 来ていただくそんなフェーズに入ってまいりましたしかしこのボッチタイムは健在ということでメールとか読んでいきたいと思います結構ねこのラジオでも割とそのあのー、年齢層が私よりも若めみたいな話を結構してたんですけどなんとですねおっさんからメールが届いてますありがとうボッチタイムの星ですおう スーパーパつくんからいただきましたもうこのペンネームからしてこうキュッと胸がなんかこう心がキュッとなってしまうよっぴーこんにちはいつも若いリスナーが多いとおっしゃっておりますが37歳の中年おっさんも聞いてますよーわーいつい最近離婚しました元嫁に最後に言われた言葉は「そんなに一人が好きなら無人島で暮らせでーす」。 元嫁との思い出はポケットにしまって無人島で一人強く生きていこうと思います。無人島からラジオ聞くね。またねー。<笑><笑>よくわからん。えこうどうどうやって触れたらいいかわかんないよ。なんでこんな結構人生の一大イベントをこんな明るく楽しく無人島からメールが掛けるんだろう。三十七歳。 でも一人が好きなんだねじゃあ結構ぼっち座みつくんということで一緒のなんか心は通じ合ってる部分があるのかもしれない私はちょっと無人島にはできれば行きたくないというかあの無人島に何か持っていくならスマホとかどこでもドアとか答えちゃうクソつまんない人間なのでちょっとみつくんとは生活できる気がしないんですけどなんだか元気そうでよかったなんかやっぱおじさんが元気だといいねなんか心がこうあったまりますありがとうおじさん 次のメールもおっさんだオムライスくんからいただきましたこんにちはいつも楽しく聞かせていただいております38歳のおっさんですが青山さんのエピソードには共感しかありませんスパムバーガーも布教しておきますいいことだ私も布教しないとスパムバーガーのこの感触をねスパムバーガーがどんな味かっていうのをこの直に皆さんに伝えないといけない うん、とっても美味しいです質問ですが共演者の方を下の名前で呼ばれるのは何か意図があってのことなんでしょうかそれとも癖ですかそれでは今日も一日ご安全に行きましょうご安全にえ共演者の人を下で、ね、共演者のことを下の名前で呼ぶ サ,サクあっイクミホントだ下の名前で呼んでる糸があって糸でもなんか初めて第1話のアフレコしますって言われてほぼ初めましてでねあわ,わ、わーーってなっててななな,なんて呼べばいいですかみたいなフェーズはあった気がする ななんんかかそんなところから会まあ始めたのは私じゃなくてさゆみが始めてくれたおかげでなんか場は和んだんですけど「私から話しかけろよこのバカ座長」はいすいません。でさゆみがさゆみと育美がも,そうもともともい育美さん左右みたいな感じで呼び合ってたからあのなんかそれに乗っかる感じであのあじゃあ育美って呼ぶねみたいな感じで いった気がしますねでサクはもともとっていうかずっとねサクピっていうあだ名があるんですけどなんかねピをねたまに私が私が忘れちゃうんですよねだからそのままサクって呼ぶようになってさゆみってあだ名っておさゆあさゆみんなんだそうなのよなんかあだ名なのにあの元の名前よりも長い人が多くて だったらなんかねもう持って生まれた、ね、声優として持って生まれたこの素敵な名前をちゃんと呼んであげようじゃないかってことで「さゆみ」「いくみ」「さく」と呼んでます多分でもたまに「はせみ」「はせみ」って呼ばれてるから皆さんに長谷川いくみちゃんは「はせみ」って呼んだりとか「さゆみ」「さゆみ」は「さゆみ」だな 作品のことはサクピーっていう時もあるのでなんかまあこれは何の意図もないです何の意思もなく読んでますざ残念でしたご,ごめん大した話ができなくてただ私はずっとねあの皆さんもヨッピーみたいな感じで呼んでいただいてると思うんですけどヨシノって言われることにはなんか若干の抵抗があるので絶対に呼ばないでくださいありがとう続いて 期待さん、ヨッピーさんこんにちは。そう、ヨッピーっておねください。ヨッピー、おあヨピピで、ヨピちゃん。もうよとピがついてたら何でもいいです。以前この番組でヨギ坊が趣味とおっしゃっていましたが、なんか辛い趣味。ヨギ坊にはぼっちには辛いイベントがありますよね。パチン。そう、ビーズの補充です。 ヨギ帽はしばらく使っているとだんだん潰れてくるので元のフィット感を取り戻すためにはビーズを補充する必要があるのですしかしこの補充が厄介で1人でやるとめちゃくちゃ難しくファスナーを開けたヨギボーに流し込もうとしても付属の筒みたいなやつは1人じゃ持てないしビーズが軽くて飛んでいくし時間も体力も使って何とか終わらせた頃には部屋がビーズだらけになるという始末ニョッピーさんは ビーズの補充やったことありますかもしまだなら必ず誰かを呼んで二人で作業してくださいねちっ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 ちですよあたしを誰だと思ってるんだいもうこの26年間この陰キャであるということをね誇りに思って生きてますからヨギボウのビーズの補充くらい一人でできなくてどうするんですか でも私も思いましたヨギボーを買ってあのしばらく使ってるとそうおっしゃる通りへたれてくるんですよ。でなんかヨギボー屋さんに行くとそのビーズのあ,のあれが割と安価で売ってるのでそれをね買ってすごく軽いので持って帰ってね、あのー、よしやるぞって思ったらヨギボーの,の,そのなんかプラスチックの,その袋の中にたくさんビーズがあってその中になんか一つなんか厚紙みたいなのが入ってたんですよ。 で厚紙をよく見たらそれが説明書になっててであの、まあ、1から5くらいまで工程があったんですけどまずその厚紙を筒状にしますでなんかちゃんと凹凸があってカチッてはまるようになっててえよくできてるじゃんって思ってでまず筒状にしますよねで、まあ、ここで一つあのや,っちまった件やっちまった案件なんですけど筒状にしちゃったせいであの説明書がそれ以降読めなくなるっていう。 どううしよ丸二の工程がもうわからないってなってせっかく一生懸命筒状にしたのをもう一回外し丸二を読み丸三を読み丸四を読みってちゃんとねあの事前にあの分かっとこうと思ってあのー、読んでたんですけど最後の最後の工程でこの筒状のね紙とあのヨギボウの粒が入っていた袋を持つ人と 本体と筒を支える人っていうのが2匹必要だったんですよ。2人で作業をしないといけないといとうことに丸5で気づかされるっていうねこのこの感じ。もう私 ガビーンとなっっちゃってでももう私の心はヨギボーのチャックも開けちゃってるしぎ棒ってチャック開けるのも結構難点なんですよでもこれにはちゃんと理由があって赤ちゃんとかワンちゃんとかが勝手にビーってあのやって部屋中が大惨事にならないようにあのすごくあの硬くなってるっていうかまあそれをね一生懸命クリップとかを変形させてビーってあげて待ってもう完全にヨギボーの補充をするための。 もう心持ちになってたしもう環境ももうばっちり揃ってますよっしゃビーズ入れるぞって時に2人用意してくださいって何でやねんってなったんですよでももう止まれない止まれないやめられないカッパエビせそんな私どうしたかっていうともうた確かに明らかに1人でやるには結構無理難題でその プラスチックのヨギボウのそのビーズの入ってる袋っていうのもいんで,すよであのでまあ皆さんも知ってるかもしれないけどヨギボウも俵3個分くらいあるのでそれをやっぱ1人でどっちも支えるって無理だったのであの私はベッドにの布団とかをいい感じに変形させて人がさもいい角度で持ってる感みたいな。 いい感じの、v、字をを作り上げたんですよ布団と本と本かを駆使してでそこにヨギボウの,の詰め替え用の袋をポンって置いて、まあ、いい感じに流しそうめんしてくれる流しヨギボウをしてくれる感じの角度を作って私がすかさずそこに筒をインしてヨギボウをインしてあの自動的に流れてくるっていうあの組織を作り上げましたやっぱね一人で生き抜く力っていうのは 年々鍛えられているなぁと思いますね。結構あるじゃないですか家具の組み立てとかでもあの絶対一人暮らし用のサイズだろみたいなやつなのに二人で組み立てでしてくださいとかなんか男性二人でやってくださいとかはあんだそれって思ってそのやっぱ反骨精神から絶対一人でやってやるぞって思ってやってます。うん うん、でも2人でやった方が圧倒的に早いしやっぱやっぱ結構私も気が付いたら部屋にあの八方沸チロールのヨギボウのビーズが散らばってて掃除機してももう完全に静電気であっちらこっちら行っちゃうのでなんか掃除機の中にもなんかつぶ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 みたいな集合体恐怖症が絶対死ぬみたいな感じのものがいっぱい散らばってるし。 ななんかすごく虚しくなるけどヨギボウから得られる快感っていうものはそれを圧倒的に凌駕してるのでやめられないんですけどビーズの補充をする時だけいつもなんか虚無になっちゃうな人とやるときっと楽なんだろうな本棚の組み立てもラックの組み立てもヨギボウも。 そんな時にもスパムバーガーは私を裏切らないいつだって私がどんな状況であったって変わらない味で私を迎えてくれるこの分厚いスパムの塩分だけが私のこの乾ききった涙を潤すの やなんか悲しくなってきたこんな感じだったっけ墓地タイムっていつもこんな悲しい時でしたっけでもねあの墓地タイム頭の方ではちゃんとおっさんが離婚を喜ばしく報告してくれたりしましたしやっぱりなんかこうアニメの感想もですけど ラジオのの感想をいいけるっっててうのもすすすごく嬉しいなって思いますリュクトさん青山さんん山お疲れ様です私は飲食店で従業員をしているのですが第8回の墓地教館にて取り上げられていた顔を覚えられたらその店には行けないという話を最近よく耳にしますしかし、えー、お店の常連さんになってもらうにはコミュニケーションも必要だと個人的には思います そこで青山さんならどういう対応であればそのお店に通い続けるかを教えていただきたいです <laughs> 覚えられたくないのに覚えさせるテクニックを私に聞いてる大きな矛盾にリュクトくんは気づいているだろうかそ,そ,そうですねでもまあヨッピーは陽キャなのでこんなこと全然考えられるんですけど覚えて 店員さん的な気持ちってことだよね常連さんを作りたい気持ちはよくわかるよわかるーうーんだからそうだなーう,ーんうんとうん覚えないでほしい一期一会であってほしいおななんでなんで私たちのことを覚えようとしててくるだろう ハい、はあ、そうだなあまあ青山さんですらもこう「あこのお店もう一回行こうかな」って思える いやマジで話しかけないことだなそれって一番はそうだわごめんコミュニケーションも必要だと個人的には思っているのかもしれないけど青山よしのちゃん的にはもうコミュニケーションは一切必要なくてただ少しの笑顔と美味しい料理があったら通い続けますいらっしゃいませ何名様でしょうかあ一1人ですわかりましたこちらの席どうぞ1名様入りますもぐ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 ,もぐ,もぐ あ美味しかったなあレジはそこだテク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 はいお会計千八十円になりますあありがとうございましたごちそうさまでしたありがとうございましたまたのご来店お待ちしておりますこれでいいこれに少しの笑顔があったらあいい人かもえーよぴちゃんのこと好きなのかなキュンとか思って一生通います大事です 少しの笑顔ですねあまりこれがこうちょっと「あのえっそれおいしいですよね」とか「えっ1つ限定のメニューでとってもおすすめなんです」とか言われるともうなんか「はい知ってます」みたいな「だって書いてあるもん」ってなるし何かちょっとなんか「わ」ってなっちゃうので最低限のコミュニケーションと少しの笑顔ぜひ皆さんも実践してみてくださいあーいいいいなんかいいいいいぞなんか建設的なアドバイスをあげられるラジオになってきた。 嬉しいないやでもなんかおうスーパーミツくんたちには悪いけどやっぱ若いよみんな20歳さっきのリュクトさんも私よりも年下でしたあなんだかメールのところにこんなメールがあります解体酒さんそして長天さんからお便りいただいてます ボッチザラジオもう聞きすぎて耳たこだぜって人にはきっと「あの解体酒さんあの長天さんが?」ってなってると思いますメール読ませていただきますね青山さん結束バンドの皆さんこんにちは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 先日はボッちザオーディションのコーナーにて採用していただきありがとうございましたそうその解体酒さんです いつもギターを練習しながらこの番組を聴いているのですが突然自分の曲が流れてきてびっくりしました正直とても恥ずかしいです歌詞も丁寧に読んでくださり YouTube チャンネルまで宣伝し始めた時には「めていやめて許して」状態でしたですがおかげさまで登録者も100人ほど増えましたすげえ100人増えたんだ このような形で大好きなアニメ作品に少しでも関われたことを光栄に思います今回は本当にありがとうございましたえそして長天さんラジオ第6回のポッチザオーディションのコーナーで楽曲を採用していただきありがとうございました長天ですポッチザラジオビバップをエンディング曲として採用していただきありがとうございますよかったすごいなんか曲でしかコミュニケーションを取ってなかったから日本語見るとすごいドキドキする 実は僕もぼっちちゃんみたく5、6年ほど一人でオリジナル曲やカバー曲を動画サイトで投稿していたのですが今年の夏に久しぶりにバンドを組んで演奏してしまい、演奏をしましたぼっちちゃんの結束バンドとの出会いがすごく自分の状況に似ていたので親近感がすごく湧きましたこれからもぼちザオーディションのコーナーで紹介される楽曲が楽しみですもっといいエンディング曲があれば ズバッと僕の楽曲を切っちゃっても構わないので、もう一曲短いのを考えております。間に合えば投稿したいと思っております。いつも面白いラジオ番組をありがとうございます。う,うハードルが。お体にお気をつけください。今後のアニメとラジオを楽しみにしています。長文失礼いたしました。わークリエイターからメールだ嬉しい。わーなんかみんな、生きてるんだ。当たり前なんですけど、なんか、 実在するんだすごいやねえなんかあの解体酒さんの曲とかコメント欄とかあとハッシュタグでもねめちゃくちゃ好評だったからなんかこうやって注目の的になるっていうのはまあ確かにぼ,ぼっちザロック的にはあのうんうんやめてくれって思う方が多いかもしれないんですけどでもやっぱなんか正しい才能は正しく。 評価されるべきだと私はこうやってあのぼっち・ザ・ラジオが皆さんにとってこうやってあのなかなかこう正しい評価を得られない皆さんが正しく評価を受け正しく褒められるっていうのはすごく嬉しいと思います私も嬉しいです皆さんがうんみんなが面白いって思ってもらうことが 私ににととっってのの幸せだからんんんそれででではは今日のぼっちタイムはここままでですす本編に行きたいと思い思、うんうん、ぼっちザラジオ開演ですぼっちザラジオぼっちザラジオ ボチザロックと役の青山芳ですこの番組は、えー、アニメ「ぼっちザロック」の最新情報をお届けするとともに番組オリジナル企画をお届けするラジオ番組青山よしがスタッフを入れず一人で進行しています改めて番組ルールの方をご紹介いたしますコーナー始まりも終わりも青山よしの次第ということで私の目の前にえ なんか愛の手が入った <laughs> 急にあれ私の目の前にはサンプラーと呼ばれる押すと音が流れる機械しかないはずなのに <laughs> 愛の手と笑い声が聞こえるいやー怖ーいぼっちザホラーラジオホラジオ各コーナーの BGM を押せばそのコーナーがスタートもうなんか終わらせようかなエンディング流しちゃおうかな <laughs> 辛くなってきた自自分で初めて自分ででめてて終わらせる一人ラジオになっております今回の交代性パーソナリティはなんともう目の前にいますこちらの方 はい、えー、元フレッシュネスバーガー店員のさゆみですよろしくお願いしますいや、これガチなんですよ <laughs> <え> <laughs> マジで <laughs> ありがとうございますい,い,い,いつもあのす、はい、元フレッシュネスバーガーのやば、なんかあいまいもこさんとかゲスト呼べたらいいのにとか思ってたらしちゃった はい、<の>ややや,や曖昧もこさんで,あるで、ね、私が働いていたのは高校3年生の時にですね、はあだ。だからさっきフレッシュネスバーガーをスタッフさんがね差し入れでくださった時に、はい、これって数年前もありましたこのメニュー 何か聞かれてさゆみにああったと思うよみたいな適当に話したんだけどそういうことだったのかそうですございますねなんと私員元神奈川県にあるとある動物園の中にあったフレッシュネスバーガーで働いておりました限定すするやんありがとうございまそうなんだうわそうなんですよただ働いていたんですけど休憩時間に あのフレッシュネスバーガーナゲットももう全部美味しいですけどナゲットもねジューシーでねめちゃくちゃ美味しいのでございましてまあ休憩時間にねそれを外で食べては虎と目が合うみたいなあの日々を送っていたんですけどもなんか取り食べながらね虎と目が合うってなんかなんかねーわってなっちゃうねなんですけど私ちょっとお恥ずかしながらはいスパムバーガーをいただいたのが初めてでめちゃくちゃ美味しかったです 大山芳乃さん,さんありがとうありがとうありがとうこんなに美味しいものがあっただなんてえ作ったことはない気がするいやあでも私基本ドリンクやってたりとかして、はいはい,はい、いつもレジにいてくださる方ですですあとはなんか本当ナゲットあげるとかバーガーは店長がやってましたねやってるんだうちの店舗はそうなんだ他の店舗がどうだったかちょっとあれなんですけどえなんかすごいフレッシュネスバーガーの裏事情 あフレッシュネスバーガーのメールが <laughs> なんか来てるらしいんですけどミルクティーさんよぴさん<あ>こんこにちは先日ツイッターを見ていてびっくりしたのですが、うん、フレッシュネスバーガーの公式から反応してもらっていましたね。<laughs> スパムバーガーへの愛は公式に聞かれていてよっぴさん自身嬉しい恥ずかしい気持ちだとは思いますが良かったですねニコちゃんマークかくいう私もこのラジオでスパムバーガーを知った口ですので今度お店を見つけたら食べに行ってみようかと思いますすごい PS スパムバーガーの宣伝もしつつウォッチザロックファンへのサービスも欠かさない公式さんで思わずキュンとしてしまいました <laughs> そうなんですよ<石>ツイッター公式ツイッターにもちょっと捕獲されてしまっていや見ましたよね すごいですよなんかそのくらいやっぱ「ぼっちザラジオ」ってたくさんの方が聞いてくださってるんだなって思ったし、うん、なんかフレッシュネスバーガーに関することってこんな広げられるんだって思、うんね、ったし僕たち的にはねその一個の会話のあれとしてバブバーガーが好きン復活やったくらいの文脈だったのに、うん、私なんかリスナーさんがどんなそのバイトしてるかとかって、ね、なかなか普通にラジオやってると聞けることってないからそうそうあみんなやっぱこう。 ね,ね当たり前ですけどそ生活してなんかオタクじゃない人格するすごい <laughs> すごいときめいちゃうだからさっきもさ37歳離婚男んもさ、ね、あ 結婚とかしてるんだって思って私の知らないみんなの世界が広がってるいやでもだからそういう意味ではさゆみがフレッシュネスで働いてたっていうのはめっちゃ<や>でも結構バイトマジンだったんだよねそうですねでもフレッシュネスでバイトした時はバイトしたの二回目二個目ぐらいででフレッシュネスを選んだのねそうなんですよだからなんかでも当時のねそれこそフレッシュネスで働いてた自分はまさか 数年後にラジオでフレッシュネスバーガーのスパムをいただくなんて思っても見なかったわけですからやっぱ全てのことにね意味があるというかつながってる<ー>シルクロードですこれはいや嘘 <laughs> スパムロードです <laughs> こうやって切り開いていくんだま何が言いたいかというと本当にね、はい 何がどう繋がってくか分かんないってとこですねすべての経験がものを言うというとこですから皆さんもぜひ自分が今好きなこととかを信じて突き進んでくださいあれなんかいいラジオになっちゃったまさかこのねこんなになると思ってなかったせっかくさゆみも来たので本日のラッキーボタンとか押したいと思いますはい一時二次会役の鈴代さゆみです自己紹介して一応言っとこうみたいなしてなかったっけ元フレッシュネスバーガー店員として今 本当はイジチ二次歌役なんだよねそうなんです <laughs> そうだったそうだったそうだフレッシュネスかつかつ二次歌でもあるはいさゆみちゃんとラッキーボタンの方を聞いていきたいと思いますあお願いします<え>あれだトリコのボーカル中島一休です <laughs> <ー>この度はカラカラという曲を結束バンドの皆様のために作詞作曲させていただきました実は私自身もバンドに憧れまくってた学生時代に 誰もバンドを組んでくれなくて苦戦しているところからスタートしていてなんとなくぼっちちゃんに共感するところがあるんですけどバンドというのは組んでしまうと本当に尊い青春でしてバンドを組んだ時のもう高揚感とかバンドを組んだことでそれまで自信がなかったはずの自分を信じる力がどこかから湧いてきたり。 バンドメンバーっていう唯一無二の存在と切磋琢磨してお互いを認め合う気持ちとかそういった感情を思い出しながら曲を書きました楽しかったですこの曲は歌はもちろんですが楽器もめちゃくちゃ目立ってて私はそういう曲がバンドっぽくてまさに結束力が感じられて大好きなので今回本当にいい曲になったなと思います。 あとは山田涼さんが歌うとのことだったので涼さんっぽいワードもひっそりと散りばめてたりするので、うんえー、ぜひ探し当ててほしいなと思いますそもそもでは結束バンドが爆売れしてちやほやされるのを心から応援しております「<laughs> すね、トリコの中島一休」でした<ー>売れて武道館ライブ 一からメッセーすごいんかうしいだって楽しいですってもうこんなに嬉しいことない作り手側がみんなんか楽しいと思って何かを一つのことをやってるっていうのってもうめちゃくちゃすごい素敵なことだと思う。以前かなぶんのマグロさんから頂いて来るか来ないか。 来来るか来ないかできたー <laughs> <laughs> 嬉しいいや,ーいやなんかツイッターとかのやり取りも尊くて谷口さんから一休さんに「バトン渡しました」みたいな、うん、おっしゃってるのを見てしかと受け取りましたっていうのを拝見してなんかでも私なんかが「いいね」していいのかなって思って <laughs> <laughs> 眺めてニヤニヤするっていう時間の。 くっちゃいましたけど、初回こそね、恐怖のラッキーボタンでしたけれども。本当にね、初回だけじゃないけどね。自覚はあるかもしれないけど。本当なんかだんだんマジのラッキーボタンに。マジでラッキーボタンですね。ハピネスボタンですね。もう、確かに、本日のハピネスボタン。ゲスト。 でね、来ていただくって結構そのやっぱスケジュールが難しかったりもするからあなんかでコロナ禍だしあんまりそういうクリエイターの皆さんとかあの作り手の皆さんとはお話できる機会ないのかななんて思ってたらこんな「ウォッチ・ザ・ラジオ」っていう場所でこういうコミュニケーションが取れるっていうのもすごく嬉しいです。本当ににちゃんんとこう作品を大切に思っっってててくだださいいるるなっていうのも感じるし 歌詞ね確かになんかこの「君が影にあ、光になってくれるから」みたいなとこが確か「体あ体中が眩しいから私は影になれる」あそうだうわーだなんかこのワードが何話だったかなあのう、ー、がバンドをもう一回やった理由で、うん、あ4話かなあ4話ですね「うんうん、回想でにじかがなんかうのバンド好きだし」っていう,うあれよかったなんか 諒さんの,その過去、まあ、みんなそうですけどうん、うん、過去今いろいろあったことはあるんだろうがそこを深掘りするシーンってそんなにないですけどその中でもこう垣間見えた一瞬で,でなんかそれが結構諒の中でも印象的だった頃そ、ね、こそああいう場面でパッって出てくるんだろうなって思って,思て,言ってくれずっとあったんだろうね「諒、ね、のベース好きだし」っていう言葉、うん、なんか好きっていうまあ確かによくあるワードかもしれないけどうん、うん、それがやっぱドストレートに響いてるって 一番飛び跳ねる部分。好きって。え、好きって。左美の芝居好き。あ、だ。吉野さんの芝居好き。わあ、吉野って言った。吉野って言った。震える。なんかさ、ちょっとさ、自分がさ、あの下の名前を呼び捨てに呼ぶ人だからあれなんだけど、なんかドキッとしない？あ、でもドキッとしました。でも最初ヨピさんが左美って言ってくれたとき。 めちゃくちゃ嬉しかった。あ、本当。ごめん。なんかさ距離感のつかみ方がえぐくて、なんかもう分かんなくて。さゆささささってな。それがいいんですよ。あ、いいんだ。だって分かんない私からあんまりいけないって言ってる人が自分の名前をさ遊見下で呼んで呼び捨てでですよ。こんなに嬉しいことないですよ。本当に。いいやつ。まじいくみさんとかに言ってましたもん。かなんかさりげなくいやなんかよよよぴなんかさゆみって言ってくれて。 嬉しいいみたいな <laughs> <laughs> なんか新しい何て言うんだろうそういうのすごいいい嬉嬉ししなです、うん、でもね本当になんかうさんならではの曲というかいや,やっぱ水野咲くがやるうさんだからこその曲になったんだなって結構その「カラカラ」って。 今までその結束バンドが出してた曲って「青春コンプレックス」うん「ひとりぼっち東京」うん「ディストーション」とか全部結構本当に高校生のバンドっていう感じがしたのが、ね、一点やっぱり,りょうさんが歌うってなるとこういう曲になるのかって思ったしなんかボーカル誰かいないかみたいな「いね、うん、が」みたいなシーンで私がやっちゃうとちょっとうますぎててれてるみたいなシーンあったけどいやまあ確かにこれは異質だしいや本当に。<laughs> 目立っちゃうとパワーバランスが崩れちゃう気持ちわかる。北ちゃんのあのボーカルの良さとまた違った良さだからこそ、うん。ね、ハモではねでも量があの入ってる。そう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 。なんかそのシーンもちゃんとさあのゴアのさバンドシーンでさ。ありましたね。量さんがやってるの映っててなんか感動した。良すぎたな,ぁ良すぎたなぁ。えー、嬉しい本当に。いや本当にいい曲。いやなんか。 映像も素敵だし曲も素敵だし、ね、なんかこうやってねさゆみも言ってくれたけど、うん、作り手の皆さんが楽しんでくださったりとか喜んでくださってるっていうのが本当に一声優としてですけどとっても嬉しいです嬉しいですね。ねね楽楽しし、ね、しくく作作っってておおりりまますす本当 なんと皆さんからも楽しくアニメを見ているんだっていう感想たくさんいたいただいてます本当に幸せめっちゃ頂いてますはいなんかでもこれゆうやんさん的にはマジゼクシーみたいに来てるって言ってたけどそれなんか前回のねユッピーの一人のどう思うえなんか私もよくわかんないわかんないんだよねそうゼクシーゼクシーなんかえ結婚マウントかなみたいなあっなんかすごい切なくなっちゃって私は一生タウンページを押していきたい。 絶対タウンページ確かにタウンページでもタウンページってないのかな今 <laughs> 歌本とかないのかなもうああ<ー>ねありますよねまだあるんだろうけどでも知らないっていう世代も出てきてる<ー>もうおかしくない感じしちゃいますねでも,でもそんな若い子の方が絶対ゼクシー知らんだろう確かにどうなんだろう,だろう分厚いもののなんかたとえ先の 高次元だ高次元ですよね高次元くらい来てましたあいい額があっていいですわいいですねじゃはいメール読んでいきますお願いしますステッカーもあげられるものにはバンバンあげていきます日丹コブーストくんですじゃあ皆さんこんばんはアニメ第六話そう六話の感想が来てますきくりさんのやばみのある行動と大事なことを教えてくれる言葉のギャップにキュンときました最高そして舞台となった金沢八景がすごく 地元なこともあって、えー、兄弟ですぐさま聖地巡礼をしてきましたニッタブーストさん、えー、そうなんだそうなんだえ身バレしちゃうよ <laughs> 君日ッ子ブースト君ですかって言われちゃう危ない危ない地元はあんなに丁寧に描いていただけて嬉しかったですしキクリさんレベルの酔っ払いもたまに現れるので体験度たたか <laughs> 高かったです いやでもこの聖地のことで言えば、うん、あのちょうどそのアニメの放送のリアルタイム、うん、あの時計メックス MX さんの放送の時間帯で公式ツイッターでねあね,れれね写真を上げてくださっててしかもそれが1枚じゃなくて<う>明るい時と暗い時すごいロケハンに行かれた時のやつなのかな。いやマジであれ 恋はか、アニメを感じた、や、いるみたいで、そこに。あ、なんか、今日お祭りあったんだみたいに、思、思うも、なんか、花火上がったんだみたいな。本当。すごい嬉しかった。なインスタグラムの方でも、上がってたりとかして。あれは、本当に。愛ですね。いぜひ、ソスタたの方も、たくさん見てください。お願いします。え、続いて、もんもさん。六話見ました。静かなる神回でした。そうなんです。静かに。 6話ではですね、えー、観客は敵じゃなくて味方なんだとぼっちちゃんが気づけた回でしたね確かに5話ではぼっちちゃんがバンドの味方になるっていう決意を表現した感があり本当に一歩ずつぼっちちゃんの成長を見ているようで何度も見て何度も泣いていますきくりさんの大人の魅力かっこ意味深に見せられました <laughs> 演奏を支えるだけじゃなくて成長のために背中を押すのマジ幸せスパイラル <laughs> <laughs> 出番が少なかった。3人も私服特に北ちゃんデートコールのような可愛さ、ねえー、ファン1号ちゃん、2号ちゃんも可愛くてけなげで好きです。うん、ありがとうございました。そ,うだそっか。出番少なかった。そっか動員で。 やり取りしてたからそうですそうだよねみんなで心配してくれてたの二時かひたすらただ心配してるっていう大丈夫かな大丈夫かな無理してないかなってそうおしまいには明日は優しく迎え入れてあげようみたいなそうしましょうって言って終わるって本当でもいや信じてもらえないんだろうでも本当にすごいことですよねだってあのぼっちちゃんがですよ路上ライブだよ嘘無双が見ている前でライブなんてダンボールもないのにそう。 お客さんちょっとしかいないのにダンボールないと弾けなかったあの子が密室空間でしか弾けなかったあの子がいやあれは凄まじい成長ですね幸せスパイラルきくりさんでも幸せスパイラル分かるなお私もお酒をたくさん飲むタイプなのでやっぱ嫌なこと全部忘れられるじゃんそうですね確かに お酒が切れるとさ、うん、あ現実が見えてくるっていうか、うん、飲んで忘れていたことを思い出すの体中ゅうのあざでんか昨日飲み過ぎたみたい <laughs> あそういえばあれやってないこと思い出したああれもやらなきゃあああうーんごくごくごく<お>ふはー幸せー <laughs> 一緒にしじみ汁飲みましょう。そう、しじみ汁を飲む。そしたら回復できるし、あと OS1 とミラグレーンとミラグレ確かに。そう、ハイチオールシート。そうですね。結構あの助けてくれるアイテムはたくさんありますから、皆さんもう忘年会シーズンになってくるじゃないですか。十二月にもなると気をつけてね、お酒は友達なのでそうですよ。敵にしないことです。飲まれるなってやつですね。そうですそうです。 まあそんな感じですね。本当録画の感想をたくさんいただきましたいやー。ありがとうございました。今週はなんかすごいあのー、第8話もありますし、第8話とともに、うん、多分私たちは KPF にも行ってるんですよね。ちょうど今、ね、週末かな。そうだそうだ。これが配信されて何日か後には。そうそうそう。嬉しいすごいよ。なんか。 ほほやほやアニメ放送中だからこそのい話が、ね、できるのかなって思うしうあのやっぱアベマさんで同時放送してるって結構でかいいやマジでだって見れない地方とかってやっぱどうしても出てきちゃったりする場面もある中でアベマさんを入れていれば無料で見れるからね<う>いやすごいなと思っただからぜひ見れない地域はないと言っても過言ではない。そうそうそう ぜひ北九州でお待ちしておりますし、はい、お願いしますまだまだにじかちゃんありますよねいやにじかちゃんといえばなんですよそうあのですねキララマックスの一月号の方でですね、はい、なんと特別編そう特別回としてにじかちゃんの過去がそういじちけをいじちけをこうまあちょっとねまだご覧になってない方もいると思うのでういるかもし近くは言えないんですけれどもにじかちゃんのが出てきたりそう せいかさんのができたりあれはもうちょっとやばいよねやばいし何がややばいってこのタイミングであれをやってくれるキアラマックスってなってせこぐさーんともってなった、うん、しあのその雑誌あの多分。 あの本社をもう買ってくださってる方わかると思うんですけど、漫画が二分割されてるんですよ。で、一分割目の後になんと我々のアフレコレポートも載って。てそう、あれね、そうなんです。そこに載ってる担当編集エスさん、ええ、瀬古口さん、けんとの。めっちゃそっくり。めちゃくちゃそっくりで。うわ、ちょっととだだと思って。結構ちゃんとあの、ちゃんとその先生もミントグリーンの。 ね、あのミントグリーンだっていうのも書いてあったりとか、うん、私たちの服装とか顔,顔っていうか髪型、うん、とかもめちゃくちゃその通り書いていただいたしなんかもうすべてのセリフがその人の声、うん、音響監督さんの声でもう想像つく。 ちなにならないっていうの全部想像つくっていうのが確かになんか嬉しかった漫画の再現度がすごく高くていやもうありがたかったですなかなかこうやってその本紙にね掲載していただくことなんてねまあないから嬉しい私たちが漫画になったよ嬉しかったですねしかも先生が今月はお誕生日でしたねそうですねめでたいなんかめでたすくないめでたいな今日めでたくない頭のいっつめ離婚してるけど大丈夫かな なんかそこでこうプラマイラみたいな,ところかなんかバランスとってるみたいなとこあんのか。いやちょっときっと大丈夫。うん大丈夫だ。でもなんかすごい元気そうに離婚してるからかだってペ天塩もなんかおうって言ってるしーーっって。うん、無人島からラジオ聞くねまったねーって言ってるから。まあやっぱすごい元気だよ。楽しければ。うん。ねすべてやっぱほら経験ですから。もしかしたらこれがあって。そうそうそう 何かまたいい何かがあるかもしれないし関王と出会うかもしれない確かにまあお金が幸せとは限らないんですけどそんな感じです次回は第八話ということで第八話はねサブタイトル回収ボッチザロックやばいっすよこれは もう何を言ってるかわからないと思うが、ね、第8話はもう絶対見てくれっていうか。もうそれですね。もう毎回そうなんだが、うん、<laughs> 第8話だからなんか人に、はい、もう時間ないからこのどれはどの話を見ていいか教えてみたいなことを意地悪なやつに言われたら <laughs> <laughs> じゃあ8話見ろって言うくらい8話は見てほしい。いやどうなっちまうんだ。まあ第7話もすごいめちゃくちゃ、えー。 最高なギでしたけれども、おお、カオスな、おカオス。みんなで、ウェイ、ウェイ、ウェイ、うお、二人ちゃんがみんなと仲良くなって、わん、わん、わん。本当に。どうなっちまうんだ。ぜひ、皆さん。あの、心して、見ていただけると。よろしくお願いします。お願いします。皆さんからのメール、お待ちしています。嘘用キャッチ。

ふぅはやっぱそれこそ陽キャムーブがありましたからねあ、そうですよねふぅふふぅその情報が嘘か誠かみたいな判定していきたいと思いますはいお願いしますあじしおじろうさんからいただきましたあじしおいいですねうん陽キャは振り返らないそうですよタイトルみたいな陽キャは振り返らない間違いないこれはあでもねうじうじ悩まないんですよ確かにでも 言ってたかもう起きちゃったもんはもうしょうがないからっていう,うわーそこから何につなげてくからよねみたいななんか誰とも言わないけど頭の中で誰かが絶対いるそうそ,そういう人いるよねなんか、うん、でもなんかそのままに乗ってめちゃくちゃいいなと思っちゃって確かにね確かにそうなんだよなと思ってうん、うん、時は戻らない、うん、起きちゃったことを取り返すことはできないそ,<う>まあそこで開き直ったらダメだけどうん、うん ある程度こう反省するべきとこはしてなどにどうしていくかそうそうそういいのではこれまことですねならこれは確かにまことまこと陽キャは振り返らないでも陰キャも振り返らず生きてみようというそうですね啓蒙でもありました確かにすごい難しい言葉を使いますねありがとうございます啓蒙すごい素敵大卒声優なんで大卒声優はい私です続いてありがとうございますラックさん めちゃめちゃ遊んでて勉強してなさそうなのに成績めっちゃいい人がいる。これいいいるるわわ本当に許せなマジで遊んでるんんでですよ遊るっていうか授業も「いやマジ寝てたわ」みたいな。でガチで寝てるしんかこう体育とかもめっちゃ真剣「マジバスケ最高みたいな「ドッジボール最高みたいな感じでやってんのに。 あーなんか数学87かーとか言ってよ,よぴちゃん23点なのに <laughs> よぴちゃん一度数学で5点を取ったことがあるあ私も世界史で5点あります世界史で5点、はい、それ本当に勉強しなかった人いやすごい勉強したんですけどね、うん、あ終わりですこの話はあ,あ,あ,あるよねそん,そんな私もね文系理系とか、ね、関係ないですからでもこれって何なんですかねだっってやっぱちゃんと、うん なんだろう、遊んでるわけじゃないですか要領がいいんだと思う授業を聞いたはい、どうぞさゆみさんあれだこれで例えばじゃあ赤点を取ろうものなら補修になってしまうはいイコール遊ぶ時間が減ってしまう確かに遊びたいわけですよそうだだから遊べる遊ぶためにはやっぱ回避していかなきゃいけないじゃあ勉強すっかしかも陽キャってはいなんかみんなと勉強してるんですよあー、確かに図書館とか 図書館とか、スタバ、マック、<laughs> 職員室の前、あそう、<何>職員室の、なんかみんなでたむろして、確かに、なんか手分けしてやってる、でも陰キャは、間違えた、私は <laughs> 私はいいや、この話、<laughs> 悲しくなってきた、そんな話どうでもいい、一緒にヨギボを作りましょう、ね、いや、えー、<laughs> いつでも呼んでくださいなんか。 詰め替えるの嫌すもう何回かに分けないと大量のさ詰め替えがあるからでももう一人でやるのが辛すぎて全部入れたらもうはち切れちゃって今ヨギ棒が今なんかヨギ棒バイーンってなってる完全に高反発高反発これが本当の高反発そうなんですいや本当いいですねヨギこれでもまことなんですよそうかもしれないね続いてはい 上司しんたさんから頂きましたお早口言葉上司しんたさん,はん,はん実は陽キャでも人間関係に悩んだり、うん、思ったことをうまく言えなくて落ち込んだりする、うん、え？でも一日寝たらほとんど忘れてるなるほどねなるほどでやっぱこの振り返らないんちゃう確かにやっぱ寝て 一回なんとなくこうリセットされてみたいな感じなんですかね。うんうん、や羨ましいですね。いいな、結構あれですかよぴさんは引っ張るタイプですか。あ、もうそうですね。二十六年間毎日いろんなこと。二十六年間、はい。引っ張ってます。なるほど。ずっと。パッタス。え、もう、じゃ、ずっと。あ、もう、ほんずっと残ってる。十八歳の時の原宿の竹下通りでマネージャーに言われたこととか。<laughs> すごい覚えてる。すごいな。22歳の時、ミーティングルームでプロデューサーに言われた。あの一言の私の返しはどうだったのかとか、はあ。でもそれってすごいことだと思うんですよ。だって。記憶のその容量が広くないですか？そんなことに圧迫されてるのなるほどね。だからなんか日々あった。楽しいこととかをポツポツ忘れて毎日どうでもいい。はあ、どうでもよかったことをいっぱい思い出して落ち込んで泣いて寝る。はあ だからこうなりたいね本当になるほどね確かになんかさクラスのさ明るい子たちでもさ何、うん、かまじ喧嘩してあいつマジクソでみたいな感じのこと言ってる子とかいたもん、うん、あー確かにで悩んででもなんかあれ昨日めっちゃ悪口言っんたのになんかもう握手してるみたいな <laughs> 結局そこで出すことによって何かちょっと清算されてってる部分があるんですか、ねうん、あるのかもね確かに出したくかじゃあなんか、うん、悶々とせずにあっも悶々と結構するタイプ そっか確かに出してこうかな出していきましょう聞いてねえねえ聞いてをやってこうかな確かにそうですね溜め込みすぎるとあれですからね、うん、いやよかったよかったああなんかあるかな嘘かまことか嘘かまことかすごいでもいっぱいメール本当に来てますねすありがたいう<わ>おれざんまえさんからいただきましたおなんかすごいな <laughs> 宇宙人がやってきた時に円滑に交流ができるように NASA にいるやつは全員陽キャ すげえ視点から来たすごい視点点正直私はなんか日本というか東京でしかものを見れてなかったけどもう宇宙で見てるなるほどねワールドはようきゃ宇宙で見てるよ宇宙ってなんて言うんですか英語でコスモコスモあれビッグバンビッグバンかかっこいいあいいコスモだよコスモワールドだよコスモワールドスペース スペースシャトルみたいな言いますもんね。ね言いますもんね。と言いますもんね。ね全然ですすごいいやでもいいですねなんかあのもう人間に飽き足らず別に違う生物でも仲良くなれるんじゃないかなってもはや見てないんですねそこで見てないあ人間ねみたいな感じで多分思われてる種族とか関係ない関係ないそうワンちゃん哺乳類とかああそうですね魂が宿っているものとかそういうそれ以外みたいな無機物有機物 いやほんとすてこの考えでも確かにそれはそうかもしれないなさ入ろう入ろう今ならもしかしたらまだねいけるかもしれないね a なさ入ろうよそうですよ月に行こう月行って地球は青かったっていいよいいよそこでギターと孤独とだって「ウォッチ・ザ・ロック」のオープニングもほら宇宙からそうだよ地球にないじゃじゃじゃで行くんだよそのスピード感で私たちも宇宙に行くしかないすごい そこで私は引くんだ青春コンプレックスをうわーめっちゃいいな頑張りますいいそんな感じですかねかいいはい、はい、ということでメールありがとうございました,いました久しぶりの嘘陽気辞典のコーナーでしたポッチザーオーディション はいこの「ぼっち・ザ・ラジオ」の番組テーマソングをリスナーさんから募集しますぼっちをお題にオリジナル曲を制作の上番組まで送ってください、うん、送っていただいた曲は実際にオンエアに流して紹介します、えー、こちらのね楽曲たくさんもうなんかいろんなパターンというか、はい、アカペラインスト、うん、楽曲付きとかいろいろ。 あるんですけどもね。何でも大丈夫なので、はい、ぜひ皆さん送ってほしいのと。あと、あの、こちらで採用された方には、皆さん、えっと、ステッカーを差し上げるというふうになっておりますので。<ん>よかったら、ううのあの、住所とか書いて送ってきてくださると助かります。私、はい、そしてこちら三種類ありますので。そうだ。もういくらでも採用されたら。 3種類確かに別のがもらえるかもめちゃくちゃおしゃれですしねそうなんですよ、うん、だからぜひ皆さんにはゲットしてほしいと思いますお願いしますそれではご紹介していきましょう今回ご紹介する曲はインディーズボッチさんのボッチーズ最強ですどうぞ

サビ前の楽しみ「ぼっちぃず最強」ちょっと今リズムあれですけどあそことか何か何人かウェイって言いたいリコーディングとかあったら確かに確かにいろんな私でやりたいおめっめっちゃいいなんかしかも「ぼっちぃ最強」っていうさタイトルなのにサビで使わずサビ前で使うっていうのがめっちゃセンスあるなって思った。 しかもでも、寂しくなんかないもんってでも、ちょっと言ってるところの、なんかメロがちょっとなんか。な、なんていう、なんか、ちょっと。寂しいとか、あの感じがなんかまた心情を表していいですね。でも、頑張れ、私、ぼっちフォーエバーですから。いや、めっちゃいい曲きたわ。めっちゃ楽しい、この曲。めっちゃいいですね。ちょ、二番、二番が欲しいな。ね、確かに。おちさみとか聞いてみたい。聞いてみたい。おちさみ、なん、どんななんだろう。 いやでもちょっとやっぱ落ちるんじゃない。落ちんのか。でなんかこう一人であることが寂しい。やっぱり寂しいけど楽しめ。ボーチーズ最強って言ってこの音じゃないやつね。セリフっぽく言うやつ。ボーチーズ最強っててってって言って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 なるやつ。やばい。この曲だけでこんな楽しくなっちゃってるもん。このやっぱ。 ボッチザオーディション楽しいな。うん、音楽っていいな。楽しい皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ということでインディーズボチさんステッカーを差し上げますので<ー>よかったら届く日を心して待てです。ということで皆さんからの熱いボチ曲をお待ちしております。<laughs> うん、ボッチザオーディションのコーナーでした。<music> はーいということでエンディングになりました。はい どうでしたか、うん、いやもう本当になんかもうね気づけばもう本編の方ももう折り返しになっていて確かに確かにねラジオもねこうやってどん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 ん進んでってどんどんなんかそのボッチザロックっていうものが広がってっていうのも目に見えてちょっと感じてるしうん、うん、感じますねんなんかそれってでもやっぱ一人の力じゃなくてみんながいてのあれですけど、うん、でもその中にはやっぱ一人一人の 気持ちとか熱いものがあってこうなっていってかつやっぱ見てくださって応援してくださってる一人一人のあれは気持ちがあってのこれだから、ね、みんなの熱い気持ちってウォッチーズ最強であり本当そうみんなイズ最強みたいなそうそうですねなんか嬉しいねほんとみんなにこうやって愛していただけるのもあとちょっと今日来たら言おうと思ってたんですけどあど,どうしたんだ林さんの そうなんですよ。あれ面白いでした。面白いボタンっていうものが復活したんです。嬉しい。あのまずじゃあいつも工場でいてくれてる水野の面白いを聞いてみましょう。お願いします。面白い。あ、面白いね。作。続いて前回いただいた。はい。音調整林さん。はい。面白い。はい。いいですね。似てるよ。これびっくりした。似てる？ 何を見てるの、はい、いやそりゃもう吉野さんだめです吉野さんって言ったなん<あ> <laughs> ですかそれはやっぱ原作である原作である鈴代さゆみのああちょっと鈴代さゆみはですね鈴代さゆみの<え>ノーサウンド嘘でしょいやおかしいのよ だから今タスタッフ手元には各 BGM と SE として林さんの面白いと水野さんの面白いがい <や S 1> はい鈴代しろアウト林さんインってことそうですおかしいだろすいませんもともと鈴代しろはいなかったので鈴代しろはもとアウトの林さんインでした林さん林さんの面白いが入りましたよすごい優しくスタジオで

せっかくなのでメールの呼び込みだけはしたいと思います。このぼちさラジオ各コーナーでのメールを募集中です。うん、メールアドレスぼちハイブンラジオアットマーク温泉ドット A G 括弧繰り返しましたまで送りください。うん <laughs> はい、番組配信ページには投稿フォームもありますのでこちらから送ることもできます。番組の盛り上がりは皆さんからのメールにかかっています。ぜひ送ってください。うん、あじゃあもう一回やってもらおう今のくらい。えどういうこと？えーっと。 もう一回えどういうこといきます。はいパスタ作ってくれたのありがとうに面白い <laughs> ということで、本日の「ボツダラジオ」はこれにて終了です。お届けしたのは後藤一人役、青山由乃と元フレッシュネスバーガー店員、伊地ち二じ役、鈴代さゆみでした。Thank you! 「どっちぃざれいよ」<music> <music>